ほら、こんにちは、聞こえる？聞こえる。エルモだよ。あ、こんにちは、エルモくん。こんにちは。今日はちょっと言いたいことがあって。マグリ？やめてよ。怖い。うるさいよ。英語を教えて。僕英語してるよ。あ、本当に？じゃあ教えるね。じゃあまずアイアムってね。あやば。そう。じゃあその後にディックって言って。すごいいい英語だから覚えた方がいいよ。そうだろ。ディック。その後にね、チーズって言ってチーズ。それを続けて言ってみて。あいやディックチーズ。ああ、面白いそれね。ディックチーズっていうのはね、チンカスって意味なんだ。Fucking bitch! Dixie! クソマコ！あ？これ絶対女の子。女の子でしょ。こんにちは。こんにちは。あら、かわいい。何歳ですか？15歳です。15歳。はい。中学3年生かな。15ってことは、中学3年生。中3の頃の修学旅行で京都、奈良、広島に行ったんですよ。広島に行った時に原爆ドームあるじゃないですか。で平和記念公園に行った時の話なんですけど。なんか反行動をして、なんかその中になんか一人ガイドさんみたいな感じで一緒に歩いてたんですよ。でそのままガイドさんに従ってなんかいろんなとこ回って歩いてって、それ歩いてる途中に足首をガッて掴まれたんですよ。どこで？でって思って公園の中で歩いてる時に足をガッて掴まれて。って思って、でも周り見てもその明らかに友達がつかめる、状態じゃなかったんですよ。父はつかまないから。父は大丈夫。父は大丈夫です。足首だけ。足首の方は大丈夫。足首をつかまれて、でも怖いなって思ってる。乳首つかまれたらどうなるかな。乳首は置いといて。ガイドさんがそしたらなんかその公園の下にはその時に被害に遭った人たちが埋まってるんだよみたいなことをいきなり言い始めたんですよ。人たちに足つかまれたんだなって思ってそのまま旅館に戻ったんですよ。ちゃんと乳首は持ち帰ってきた。ちゃんと大丈夫。ああ大丈夫か。今大丈夫、乳首ちゃんとついてる。今大丈夫。確認してみる一回。確認は大丈夫。確認大丈夫か。その後旅館に帰って足首を見たら足首で大丈夫。足首で大丈夫。その手形がついてたんですよ。いや怖って思ってもう広島行けないんですよ。友達と写真を撮ってたんですよ。でなんか間違えて撮っちゃったやつとか、乳首の写真、普通の友達との写真、これ消さなきゃだねっつって消してったらその中に何枚かオーブが写ってたんですよ。で1枚だけすごいテレビの横にすごいオーブがついてて、いや怖いねって言って、でそしたらその後にテレビの横に置いてあったその受話器みたいなやつがなんかガタンって倒れたんですよ。やばいっつってもうみんなで外に出てって、その後就寝時間になって、みんな寝ちゃったんですよ。でそんなもう一人、寝れなくて、でこれパッて上向いたらもう女の人の顔があって、怖いじゃないですか。どういうこと？天井になんか張り付いた状態でなんか女の人がこっち向いてて、どういう状態で張り付いてんの？でこっち向いてなんか笑ってるんですよ。もう怖いじゃないですか。やだ。乳首隠したその時。乳首は隠してないです。隠さないの乳首。もったいないよ。いや女の人だから大丈夫かなみたいな。ああ、そっか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 、うん、そんでも怖くて寝れなくて、うん、友達起こしてね、あそこにいるよねみたいな呼んで振り返った時にはもういなくて、もうそっから本当に怖いんですよ。気をつけてね。はい。高校生になるからやっぱ乳首落としがちだから。みんな落としてる人とかいます周りに？結構いるよ。うん、交番に届けられてるから。こんばんは。こんばんは。はい。中学生かな？そうっすね。はいはいはい。どうしたんですか？ちょっと最近部活動で、バレーボールやってるんですけど、思ったようにいかないんですよ、でもずっと周りから怒られて、正直もうしんどくなってきて、こういう時なんかしんどくなった時とか、どうしたらいいとか、ちょっと玉尾さんの。しんどくなったら、はい、部活をやめちまえ。あー、なるほど。お前はバレーで才能ないんだよ。ここで終わりだ。お前に、はい、バレーでてっぺん取られると思ってんのか？いや、お前は自分自身にバレーの才能があると思ってるのか？正直あんまないなとは思ってます。バカ野郎！おお、びっくりした。はい、そんな中途半端な気持ちでやってるから、てめえはいろいろ言われちまうんだよな。あ、はい、もっと自分に自信持て。もっとさ、はい、闘争心みたいなのをさ、任せていこうぜ。はい、殺すつもりでいけばいいんだよ。相手の顔面めがけてサーブ打つんだよ。はい、なるほど。うん。まあ、今泣いてっか？泣いてんのか？お前泣いてます。ここまで。なんか真面目に言ってくれると思う。そうか。はい。お前にそんな素直な気持ちがあるなら、お前ならやれるよ。お前だって今まで悔しかった。悔しかった。ろれつが回らん。俺だって悔しくて前のやつにいろいろバカにされたりしてめちゃくちゃ勉強頑張って見返したこともあったよ。だ、すごいっすね。でもそれは才能とかじゃなくて自分自身の努力なんだよ。はい、ここではい、くじけたらお前はもう一生惨めな人生を送ることになるぞ。悔しくないのか？ね、それ悔しいです。周りの人間は子供ができて、はい、安定した仕事について、たまには旅行行って、はい、幸せそうにしている横を段ボールの中で缶を拾い集めて、寒い夜を段ボールで耐え忍ぐ夜。そんなんでいいのか？お前嫌です。飛べよお前、飛べ。はい、先生はな、努力しない子は嫌いだ。はい、お前ならできる。お前なら飛べる。ありがとうございます。てめえのサーブで相手の心を打ち砕けよ。はい、分かったか？分かりました。頑張れよ。頑張ります。お返してみろ。はい。あと、ちなみに一つ言っとくか。はい、もしお前が努力できなかったらお前はそこまでだ、はい、だって努力できることの才能なんだもん。はい、残念だったな。ありがとうございました。はい。